64のマリカー世代、はい、多分そうですね。これは負けられないです、ね、これは負けられない戦いがここに。さあ、グランプリですかね。お、グランプリ。じゃあ、後でゲーム。結構かかるぞ。ゲーム。結構かかる。あの、一コースだけやりましょうか。一コースだけね、はい。はい。そしたら VS でも、あ、まあ、グランプリでね。はい、8人でお届けいたします。これね、100cc クリアしないと 150cc 出てきませんからね。はい。100cc、まあまあ早いです。さあ、はい、これはどのキャラクターを選ぶのか、これによってね、性能が違いますからね。僕はもう、おっしゃ、突破ですよ。なぜかこれもね、2回押すっていうね。そうそうそう、ピリーンって言ったらもう決定したのかと思いきや、いいの、うん、そう来なくっちゃってね、ありますから。さあ、キノコカップ、どちらがいいですか、より、スターカップです。お、スターカップ、いきなり。いきなり、ビーチですよ、ビーチ。ちょっと、さすが、昭和世代。昭和世代。みんなやり込みましたね。やり込みました。あれ、さあ、どちらもスタートらしくできない。ミスりましたよ。どちらもスタートらしくできない。さあ、重量級のクッパがちょっと苦戦しているのか。あっ、さあ、イオリはね、ちょっと体で見えてませんが、今4位、5位、はい、そして東磯さん8位。やはり重量級にこのコースはきついのか。なかなかストレートのコースがないので、これは重量級なかなか難しいぞ。さあ、さあ、イオリは4位、5位を攻めて、あ、シーサーさん、さあ、7位だ。お、スターが出ました。スターはもう何でも来い。お、4位、5位、6位、お、当たり屋ですよ。さあ、4位、3位、さあ、争っている。今いい戦いですね。4位対2位対4位、2位対3位、お、さあ、まもなく、どこ行った、どこ行った、さあ、イオリが、イケポチャ、やばい。さあ、6位目落ち込んだぞ。さあ、シーサさん、まもなく1位になった。さあ、やり込んだと言っていた東伊沢さん、いいですよ、第1位です。最終ラップを迎えた。そして、イオリも最終ラップを迎えたが、今 6位です。やばいやばい。さあ、さあ、何かが起きないと負ける。あ、1位はクッパでした。やばい、頑張れ、イオリ。さあ、イオリ、これは悔しいさ、悔しいさ、出ました。あと、何の意味もない羽何の意味もない羽でフィニッシュ。しかも、イケポチャ失格と出てきまいりました。いやー、いいっすね。いや、懐かしいですね。懐かしい。これが僕らのね、マリオカートですよ。ですよ、ジャンプしてね、うん、クッパとドンキーコングは、なるほど、ターンするわけですよ。ターンするわけですよ。素晴らしい。はい、ここで終わりますか。ここで終わりますかね。はい、はい、まあ、こういうね、ソフトが、こういうソフトが ね20数本あります。はい、はい、やりながら喋ります。そうですね。20数本入っていて、結構人気タイトルが多いですね、やっぱりね。そうですね、名作みたいなのが多いですよね。やっぱり昔はだってこのゲームソフトだけでね、何百万本とかね、売れてましたからね。はい、僕はあれですね、一番初めに自分の、このゲーム機買ったのがスーパーファミコンだったんですけど、このスーパードンキーコングでしたね。なるほど。すごいグラフィックだったんですよ、当時。あの塗りゲー。そうです。塗りゲーの代表格ですよね、うん、ドンキーコングは。ドンキーコング、スーパードンキーコングやってましたね。僕はあれですね、天下一武道会でしたね。天下一武道会、バンビューと。なるほど。カカロットっていうやつですね。それ2だよね。ドラゴンボールもね、いっぱい名作がありましたから ねファミコンからね、始まり、そういった形でね、はい、こういったゲームの実況も簡単にできます、はい、しかも最新のゲームだけじゃなくて、こういった、ね、懐かしいゲーム、そうです ね遊ぶことできますので、実際このボン、僕子供たちいるんですけど、はい、子供たちがね、うん、割とやっぱこういうクラシックゲームめちゃめちゃハマるんですよ。ああ、なるほど。この魔界村とか空間の、ドッジボールとか、うん、と大爆笑しながらやったり。大爆笑、なるほど。ぜひぜひ子供を連れてね、ここで懐かしのゲームやろうぜ的なので、全然いいんじゃないですかね。そうですね、はい、ぜひ
ぜひ、はい、シーサー割りもねまだまだ引き続きやっておりますので、シーサー割りゲームちょっと1時間タダでやれないかなってね。あ、そういう使い方もありなんですか、ね、はい、もう雨の日にね、雨の日、はい、いいんじゃないですか、あれ、そういった過ごし方もね、いいですね、しっかり。さあまたイオリは8位でゴールすると。8位です。本当だ、ここはねジャンプして進まないといけないんですよ、この水たまりをね。そんなこと言いながら6位でねこうゴールしております。失格しております。失格して、本当だ。さあいかがでしたでしょうか。はい、はい、あ、まだ終わってない、まだ終わってない、今からもうじゃあ締めますよ、はい、締めました、おめでとうございますよ、はい、どうでしたかユリン。そうですね、なんかゲーム自体がもうそもそもしないので。あ、なるほど、ゲームをそんなにしない。うもうニューエイジはゲームすらしません。あ、もうそうですね、もう人生がゲームだ、人生がゲームだ。そうだ、10年ぶりぐらいに多分やって。あ、10年ぶりぐらいに。あ、そうなんだ、まあ、僕らも20年ぶりぐらいですけどね。ゲーム自体が、ゲーム自体が、はい、だから久々やったらちょっとなんかやり込みたいですね。やり込みたい。ああ、そうですね、あのお菓子とか用意してね。そうですね、うん、ずーっと夜中から朝まで。よし、ね、じゃあやりましょう。夜中から朝まで。年越し、年越しゲーム、耐久ゲーム、さあ決まりました。観光協会のイベントでございます。持ち込み OK。 観光協会の職員をぶっ飛ばせ。はい、こういうゲームのなんか大会とかやったらね、いいんじゃないですか。そうですね、ぜひね、そういった許可関係、まあスポンサーさん、はい、はい、やりたいよって方もぜひお待ちしておりますので。 e スポーツね、流行ってますからね。そうですね、はい、やりましょう、お願いします、はい、もう全く同じ、はい、企画ですから ね、スーパーファミコンのソフトそのままですからね。こうやってね、こうやって連射とかしてましたよ。ありましたね。どうでもいいな。どうでもいいな。はい、という感じでございました。ぜひぜひね、あのスタジオ北中さんでゲームやりたいって方はね、使ってみてください。シーサー割りも使えるみたいなので、はい、以上です。それではまた。